中八万古墳は、福岡県福岡市博多区中一丁目に所在する古墳時代発生期、出現期の前方公園墳である。福岡市指定史跡。1948年に神社境内で、弥生時代の同会型が発見された。その後、1971年に九州大学考古学研究室が同会型と同時期の移行。 死没を発見すべく発掘調査したところ、神社がある、独立丘陵が、ホタテ貝形古墳であることが判明した。さらに、1985年に、福岡市教育委員会が、指導中、竹下駅前線に伴う発掘調査を行った、結果、後世の改変を、かなり受けているが、首れ部が反るように広がる、前方後円墳であることが判明した。また、 公園部から見つかった2機の主体部のうち1機から三角円新獣鏡などの初期古墳に典型的な遺骨が出土した。福岡平野の中央に位置し、東の五笠川、西の中川に挟まれた平野城の丘陵にある。また、両下線は当時大きな入り江となっていたと推定されることから、当時は入り江に半島上にせり出した丘陵の上に古墳が位置していたと考えられる。 噴球は長さ約75メートル、公園部の直径約48メートルを測る。噴球そのものは、噴球裾が鎌倉時代からの現代の住宅地造成、さらに太平洋戦争中の防空壕の設置によって作兵されていたが、公園部は神社の社殿が立地することからも良好に残っていた。一方の前方部は大部分が中保育園によって、 大部分が作品されている。発掘調査で見つかった墳糾から、声援系でない公園部や、首部の広がり方は、橋墓古墳と同じバチ型になる、発生期出現期古墳の典型的な姿を示している。江戸時代に編纂された、筑前国属風土紀周囲に、味方に、堀ありという記述がある点、昭和20年代までは、 丘陵の周りがくぼみ状になっておりゴミ捨て場となっていたという記録から修行を有していたと考えられる。修行からは鎌倉時代の弾き、政治、石鍋、河原が出土している。このほか噴丘、修行の下からは、弥生時代後期の掘ったて柱建物、縦穴住居、井戸が検出され、噴球の南側からは古墳時代後期から、 奈良時代にかけてのものと推定される、亀冠墓が検出されている。主体部は、公園部分丁から2基が検出された。このうち、分丁中心部にあり、古墳造営当初の埋葬主体と考えられる1号主体部は、大部分が、社殿の真下にあるため、規模、副葬品は未だ不詳である。1号主体部の北側に位置した2号主体部も、一部が、社殿の真下にあったが、 長さ2.3メートルという差ほど長大ではない、先竹形木管をせっかくを作らず、紛糾に直接埋葬した、自家層形式をとっていることが確認されている。木管内の土層からは種などが検出され、管内から三角円新獣鏡と曲玉、下玉、ガラス製小玉が出土し、棺掘り方からは赤色顔料が塗布された弾きの高きが出土した。 出土した三角園新住橋は、直径約21.8センチメートルの三角園五新四。住橋で、同伴橋が、京都府椿大塚山古墳、岡山県岡山市湯、挟車塚古墳から出土しており、また田奈良県奈良市、富尾丸山古墳出土品やアメリカ風リア美術館、所蔵品が知られている。鏡面途中の部分に繊維が残っており、鏡面の繊維は平木ぬ。 宇宙の繊維は、朝であることが判明し、憲布に包まれた状態で服装されたと考えられている。古墳の被装者は、当時この地を支配した主張であり、両下線すなわち、福岡平野全体を支配した北九州の中小主張であると考えられている。大和の8世紀、出現期の前方後円墳と比べ規模は格段の差があるが、同じ時期のものと推定され、 初期山和政権との関係が注目される。ありがとうございます。